もう、お話ししていましたよね。配達の仕事が減って、偉い方たち向けのドラマチックなサービスをしているという話。それが、すごく嫌でした。それで、少しだけだからって、怪しい仕事に手を出してしまいました。だいたい予想はつきますよね。どういう仕事をしたのか。中身がわからない荷物を、こっそりどこかへ運ぶ仕事です。中身は何かわかりません。知りたくもなかったですし。でも、配達先は決まって、アウターリムにある秘密の倉庫。きっと、偉い人のものだと思います。受け取り人がいない、薄暗い場所の、どこかでした。俗に言う、裏社会の運び屋です。簡単な仕事でした。私はアークを隅々まで知っていますし、配達は専門でしたから、随分なお金になりました。ロボットに仕事を奪われたことも、偉い人たちのご機嫌取りで失われていたプライドも、すべて取り戻せたような気になりました。やめられなくなりました。ますます危険なものを運ぶようになり、多くのお金を受け取るようになりました。そうやって、ずっと働きました。ただひたすら。家が広くなり、着ているものが高級ブランドに変わり、食べ物の質が上がり、手の届くものが増えました。よかったんです。その時は、そんな仕事をしていたある時、トラブルが起きて、大切な人を、亡くしました。それで足を洗い、元の仕事に戻りました。もう二度と、あんな仕事はしないと誓いました。もしまた手を出したら、その時は、一緒に死ぬと約束しました。私は、関わっていません。ただリバリンの仕事が順調なんだな、ぐらいに思っていました。そこから一緒に死のうって、話が飛びすぎじゃない？トラブルで犠牲になったのは、私の妹だったんです。リバリンのせいで死んだわけではありません。ですが、妹は死にました。事件に巻き込まれた結果として、悪いのはあの仕事ですから。ですが、もし、もう一度手を出したのなら、それがリバリンの意志ということです。私は、リバリンを恨むしかありません。一人で行くのは寂しいでしょうから。その時は、私も一緒に。ああ、ご存知でしたか。シックス王のことは。その話の流れだと、ここに来たのも、シックス王の依頼ってこと？携帯ばっかり触ってたのも、それが理由ね。そう、です。誰も手にしたことがないものを、持ち帰れと言われました。未知の場所を探索する任務なら、そういうものはあるでしょうから。それで、アンノウンの写真を。クリスタルは持ち帰れませんから。皆様、申し訳ございません。ご迷惑をおかけしました。
足を洗ったつもりでした。もう二度と関わりたくないと思っていたのに、またこうなってしまいました。フラジャイルにだけは秘密にしてほしいと言ったのに、それも結局。シックス王の嘘だと思ってた。あんな目にあったのに、また仕事をするなんて思ってもなかったから。でも、私が信用しすぎてたんだね。お金が欲しくなったの。そうじゃ、ないの。じゃあ何？運び屋をしていたこと、イングリッド様にリークするって言われたの。そうなったら記憶消去は間違いないし、もしかしたら廃棄かも。はめられてるんだよ、リバリン。一生抜け出せないように。あいつはずっとその弱みにつけ込もうとしてくるはず。